M249 軽機関銃。アメリカ陸軍の分隊支援火器計画で調達された。分隊支援火器は、機関銃を軽量小型にして、不評用小銃の弾薬や部品が強用でき、兵士が一人で運用できるようにしたもの。軽機関銃の別称としても扱われるほか、軽支援火器と称されることもある。なお分隊支援火器という故障は、武器の使用区分を表しており、 武器としての区分は、機関銃である。第二次世界大戦後、西側諸国では、不評分隊の銃器を自動小銃と、汎用機関銃に統合化し、軽機関銃は廃止される方向にあったのに対し、東側諸国では、汎用機関銃は、中隊レベルの装備とされて、これとは別に、分隊レベルのための軽機関銃も維持していた。また、不評用小銃と合わせて、 分隊用の軽機関銃も中間弾薬に移行しており、1953年に RPD 軽機関銃を導入した後、1961年からは赤ム小銃をもとに開発された RPK 軽機関銃に移行した。ベトナム戦争において東側の武器体系を採用するベトナム人民軍は分隊用の軽機関銃を装備していたのに対し、アメリカ軍は 汎用機関銃である M60 機関銃のみを装備していた。しかし特に徒歩航軍の機会が多い熱帯ウリミや山岳地域での戦闘において機関銃本体も弾薬も重くかさばる M60 は輸送のために労力を要し決定的に不利であった。この経験からアメリカ軍でも軽機関銃の重要性が再認識されるようになった。1960年代以末より アメリカ陸軍は、不評部隊が持つ火力のタイプと組み合わせに関する研究に着手していたが、これらの戦訓を踏まえて、戦術的多様性を達成するため、小銃分隊の各射撃班に1名ずつ、計2名の機関銃手が必要であるとの結論に達した。これを受けて1972年には、新型機関銃の要求事項が提示され、計画名は分配支援書きとされた。 競争施策を経て1979年より、比較試験が行われ、M16 自動小銃の軽機関銃版や、H&KHK21 の改良系を抑えて、ミニミケ機関銃が、M249 軽機関銃として採用された。イギリス軍は、L7 汎用機関銃のほかに、対戦世代のブレン軽機関銃も、回収の上で使い続けていたが、1985年、 その後継として L85 小銃の発展型である L86A1LSW が正式化された。ただし、L86 は持続射撃能力の不足が問題になり、まず2001年にアフガニスタンへの派遣部隊のためにミニミケー機関銃を緊急調達した後、2004年には全軍で導入した。一方、アメリカ海兵隊はこれとは逆に、 2010年より M249K 機関銃の一部を M27 イ、e、ヤに代替することとした。これは H&KHK416 の派生型で M249 よりも軽く射撃精度が高く、また M16 小銃との互換性も高いことが評価されたものであったが、やはり持続射撃能力の不足という問題があり、完全な代替は困難と考えられている。 ありがとうございます。